あ、ちかちゃん見て見て、桜の花がサラサラ散ってるずら。ほんとだ、桜の花びらの中を船で進むのってなんかいいね。川下りしながらお花見するのって最高だよ。思い切って誘ってよかったずら。お天気もいいし、こうして袴を着て船に乗るのもとっても楽しいね。うん、本当に誘ってくれてありがとうね、花丸ちゃん。あ、そうだ、せっかくだからお花見の記念に何かしたいな。それなら一句読んでみるのはどうかな。おう、俳句とか川柳とかってこと？それ面白いね、やってみたい。じゃあこの桜の風景を見ながら一句読んでみるじゃや。難しいことは考えずに五七五って感じたままに読んでみようよ。そうだね、歌詞のヒントにもなりそうだし、ワクワクするよ。おー、ちかちゃんすっごく素敵じゃや。桜の花びらを船に例えてるのがちかちゃんらしくて素敵だね。ありがとう、これすっごく楽しいね。どんどん読んでみようよ。花丸ちゃんのも聞かせてほしいな。